います。で机の上にですね、モチベーションシートというかシートがタイムラインになったシートをお配りしております。これにちょっと記入する形でワークをしていければなと思ってます。それですね、こちらの、上の小さな A4 が見本で、記入していただくのが A3 の用紙になります。これなんですけど、ちょっと新社会人がやるやつみたいな感じになってると思うんですけど、ちょっとあの1年間の振り返りをちょっとみんなでしたいなと思っておりまして、タイムライン、月とか、何月に起こったことみたいな形で、ちょっと転換期、自分の事業の転換期になったことであったり、変化をこう加速させた出来事みたいなものを、このモチベーションの上がり下がりみたいなとともに、大体3つから5つぐらいこうキーとなった出来事を書いていただきたいと思ってます。で、簡単に書いていただいた後には、グループ内で、簡単にこう共有をして、このセッションは終了っていう形にしたいと思っております。はい。でこれ見本が今あるんですけど、ちょっと見にくいんですが、手元のものを見ていただいて、なんかこうストラテジー、あ、一人一枚お願いします。そう、一人一枚、まあランウェイの受けてのプレゼンでこれちょっと堤さんが書いてくれたんですけれども、なんかランウェイでの出来に向けてこういうことがあったとか、こうアンビエントに向けてこういう動きがあって、ここでこういう人と出会ってネットワークが広がったであったり、商談が決まったみたいな、そういうポイントをいくつか書いていただけたらなと思います。大丈夫そうでしょうか大丈夫そう大丈夫そうですね。ちょっとじゃあ提出します。経産省に提出をお願いします。はい、じゃあちょっと時間を計っていきます。15分間ぐらいで書いてきたと思うので、よろしくお願いします。ではスタートしてください。
Yeah.
残り5分ぐらいでお願いします。残り1分ぐらいです。では時間になったので、共有のフェーズに入りたいと思います。一応 ABCD で
くりをつけているチームで、1人2分間ぐらいで簡単に、チームメンバーに、自分の書いたことを共有していただければと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。あ、はい、そういう、まあ、ことを商品的な体験ビジネスとしてでも、
これ以外だよ。いや、お前その日だろう。で、全部すごく今重要に大事にしたのが、鳥の話をどうしてたのか。今回のテーマの鳥、鳥の文化がきちんと伝わらない。いろんなものを検索して使ってもらえていて、鳥のワークショップをしたら、その都度事前に向こうのオーガナイザーに告知してもらって、で、そうですね。で、それで売ってる人がめちゃくちゃ多いっていうことと、鳥にお金を取りますっていうことがよく分かって、あと学びたい人が結構多いので、十分可能性があるし、基礎知識高い人結構多いなっていう、まあ、そういうのと、まあ、一方で、結構日本の包丁が自信を持ってテキさんが検査を持ってます包丁でめちゃくちゃ取りに行く包丁を持ってる人が本当にやっぱり大勢おらんで勘違いしたし、また市場が広がってきてるんですけど、でその直後に超テンスイカですけど後継者が誕生したんですけど、その直後でロートンズがその師匠になられた方が実演をしたんです。お待ちしました、次の方お願いします。すぐに後継者弟子にされた方が OK がしちゃって、やばいって言って、でも幸い復興中の災害の時にギリギリ政府が来て、その治療の研究者治ってめっちゃ低いですよ。全然そういう、いや、そういう感じで。そうすると、ランウェイが登って、ジャマブランウェイスが、その時に、その、師匠、弟子が、そこでプレゼンさせてもらうっていう、すごい機会をいただいて、他の3人だったら勇気づけられるような機会をいただいて、さらっと、つい先日ですね、その、台湾と、アムステルダムと、フランクフルト、大概的にやって、展示と、大会とワークショップ、ポイントワークショップを前よりかなりレベルアップさせて、行ってきて、で、帰ってきた感じで、最初に準備期間が全くなかったので、採択されるっていう感じも、どうなんだろうっていうのから始まって、それは実は、とてもいいことなんですけど、はい、もちろん、伝えるパートで、教会で、小さくしたとして、伝えるだけのことはないですね、そういうことを体験してもらうしかないなと。2分経ちました、次の方お願いします。ずっと続いてるんですよ。
これ右です。皆さん、みんなのステージを頼みます。
お荷物とかは、ちょっとここの転換をするのでお荷物などをお持ちいただいて、この後14時からのプレゼンのセッションまで休憩という形でお願いします。でここら辺のエリアをちょっと移動させるので奥側の今受付されなかった方にこの後ちょっとお知らせをした後休憩に入っていただければと思います。はい、すみません、この後事務局から補助金申請のご連絡について連絡を今朝お送りしているので具体的なスケジュールについて担当者からもう一度詳しくお話しさせていただきます。よろしくお願いします。朝早朝にお送りしたメールなのでまだ皆さんご覧になってらっしゃらないと思うんですけど、今日今いらっしゃってない方もいるので改めてお帰りになってメールの方をご覧いただきたいんですけど、今から説明するのが2点ありまして、1点が今ワークをしていただいたんですけども来ていただかないかけなかった方には後日やってきていただくという感じになります。でそれ以外に最終報告書の調査票というのを提出していただくことになります。でこの締め切りが3月の8日、ちょっと赤くしてるんですけど12時締め切りとなっているのでできれば7日までにご用意していただいた方が確実かなと思います。ちょっと原稿等の関係上こちらすみませんがお守りください。で調査票のフォーマットはメールにてお送りしていまして、PDF 版とワード版とありますので、ワード版に直接記入して返送していただいてもいいですし、難しい方は PDF プリンターとして記入してお出しください。でその報告書の書面を一度こちらでチェックをして1回14日にお戻しします。皆さんにでそこで掲載の紙面を確認をしていただいて18日までに、こちらの事務局の方までお戻しください。確認の作業となりますのでそんなに時間はかからないと思うのでさっと大丈夫ですってことですぐお返しいただければいいかなと思います。で報告書についてはこんな感じになりますね。で次が、経費精算のスケジュールになります。はい、でこちらが、2月29日にプロジェクトが終了となります。で、その29日、そうですね、初めに交付規定でお伝えしてあると思うんですけども、事業終了後10日以内に、実績報告書を提出することということを皆さんと契約をしているはずなのでちょっとこの期間短いんじゃないかっておっしゃる方も多分いると思うんですけど、もともとこのようなスケジュールとなっておりますのでご了承ください。なので2月の29日に終了し3月の9日までに、実績報告書、あとは経費生産にかかった必要書類、領収書だったりとか、あとは立法だったりとか、皆さんとの次金工事了承だったりとかをやり取りした全ての書類を9日までにロストワークの方までお送りください。間に合わなかったらお持ちいただくことももちろん可能なんですけど9日までにお持ちいただくようにお願いします。でここから少し弊社の方で不備書類がないかチェックをさせていただきます。でちょっと時間がかかってしまって申し訳ないんですけど13事業者さん分あるので18日までにこちらでチェックを終わらせます。その間におそらくたくさんやり取りをしてその際私と伊藤で担当するので皆さんに直接この書類が足りないですよとかここを直してくださいっていうやり取りがかなり発生します。去年もすごくその期間のやり取りが多く発生したのと、あと事業者さんに基本こちらはやっていただくので今日 PM さんしか来てなっしゃらないチームは近い事業者さんの方にもお伝えいただいて支払いしっかりしていただけるようにお願いします。で18日に一度こちらで完了しましたら19日から25日の間に今度は事業者さんから、ロフトワークへその最終的にフィックスした金額の請求書と並びに交付規定様式7というのをお送りいただきます。この様式7、この様式6についても今日メールで添付をしているんですが実は初めにやり取りをした様式1、様式2っていう交付規定の一式の全部に様式一式入ってますのですでに皆さんにはもうお送りはしてるんですけどリマインドとして今朝もう一度ブランクをお送りしたのでその中の様式6っていうのをこちらで
で提出をしていただき、この最後の金額をフィックスした時点で様式7というものに、いくらいくら経費がかかりましたよという申請をしていただくという形になります。でこちらで25日に請求いただいたら、ここからじゃあちょっと社内規定で申し訳ないんですけど、3末締めの翌々月15日払いで、今年15日が休日なんですけどね、16日に振り込みの予定となっております。皆さんちょっとここの日にちは結構金額が大きいので気になると思いますので、事業者さんにもし聞かれた場合は5月の16日を予定しておりますとお伝えいただけますか。このようなスケジュールとなっているんですけども、もし今の時点で何かご質問等があれば、そうですね、ちょっと転換の時間もあるので、ここを時間、もし今すぐ聞いておきたいってことが何かございますか。もしかしたら他の方も気になっているかもしれないので、はい、聞いておくと、うち結構僕が PM やってるんですけど、はい、PM が割とこの辺の処理全部やってるんです。そうすると、その事業者さんとのこのやり取りの期間あるじゃないですか、はい、ここの窓口を僕にしていただくってことができたりするんです。はい、それはこのチームでしっかり準備していただければ問題ないです。はい、1点補足で、今ご質問もいただいたんですけれども、やはり3月18日までの間、書類提出された3月9日8日から18日までの間は非常にやり取り多くなってます。やっぱり領収書の金額に税金が入っていますですとか、計算式のここが間違っていますっていう、だいぶ細かいところまでチェックさせていただいているので、日中事業者さん、内視やプロジェクトマネージャーの方、どなたか連絡のつく連絡先を、携帯電話などで準備いただけると幸いです。他にはひとまず大丈夫そうでしょうか。そうですね、29日終わって、そこから準備に入る期間で、私も伊藤もできるだけ体を開けてお待ちしてますので、はい、質問は随時聞いてください。はい、じゃあ一回休憩に入りますので、ちょっと転換をしますので、荷物をお持ちいただいて、奥の方の席にお移りください。お飲み物とかもカウンターにご用意しておりますので、よかったら今の間にどうぞお召し上がりください。すいません、今日商材をお持ちいただいている方たちは今転換をしまして、テーブル、このこちらにテーブルを置きますので、そちら